団の西川さやかです。月曜劇団の吉田聖光です。いや、入ってない。いや、書いていただいてもいいですけども。とりあえずじゃあフリーの吉田さんです。はい、月曜劇団のコントっぽい劇短編集2をやります。今回私チャレンジしております。いろんな意味で今ちょっと稽古してるところ見てると、こうすごい切ないというか何切ないって。何さやかさんがこうがすごい頑張ってる。さやかさんがちょっとあんまり頑張ってるとか言ってた。私と上原ひろとよっしーと、はい、森口直美さん、アプリカンポンから出ていただきます。なんかいいですね。うん、いや、この4人でいいバランスだなと思いながら、うん、私が投げる球をいっぱい受けてもらっています。ちょっといつもとね、作り方が違う感じで、いつもは結構がっちりと台本もこの通りにという感じなんですが、今回はこう来たらどう返しますかみたいに稽古場で投げちゃってる感じはあります。9月の14日から17日まで、アルカアルカというビアレストランとかビアバーの地下1階コンピラさんというフリースタジオでやりますので、ぜひ、飲食がてら見に来てください。そうですね、多分飲んでから見ていただいて楽しいかなという感じだと思います。ぜひお待ちしております。